皆さんこんにちは。今日は早稲田大学に現役で合格した私の受験生時代の休日の過ごし方を再現します。朝は8時くらいに起きます。朝ごはんを食べたら勉強スタートです。朝って眠いしなかなか集中できないですよね。けどこの朝の時間をいかにうまく使うかが積み重なって何十時間何百時間の差になると思いませんか。私は毎日必ず10時間は勉強しようと決めていました。集中力を保つためにも内容に応じて勉強する時間を工夫するのが大事です。私は集中力のない朝は覚えるだけで集中力をそこまで必要としない科目を映像授業で勉強するのが最初でした。ちなみに私はスタディサプリを使ってました。授業が終わったらすぐに復習をしていました。詳しい流れを確認して理解が難しい分野はルーズリーフなどで適宜まとめていきます。復習って溜め込むと嫌になってしまいますよね。その対策として私は授業と復習はセットにしてスケジューリングしていました。復習が終わったらお昼を食べます。ちなみにお昼ご飯は食べ過ぎると眠くなるのでそれ以上のみにしていました。結果なんと受験中に8キロ痩せていました。お昼ご飯を食べてまた勉強を始めます。これからやるのは過去問演習です。今日は早稲田の英語と国語の過去問をそれぞれ1年分解いていきます。過去問演習に取り組み始めたのは秋です。過去問演習の時に工夫していたのはきちんと PDCA を回していくことです。例えば前回時間配分が課題だったなということがあれば時間配分と過去問の最初に書いて意識せざるを得ないようにしていました。解き終わったら丸付けをして復習もそのまま行います。勉強に飽きたので少し休憩です。 Wikipedia で日本史の有名人について調べています。スマホを触れないストレスを解消しながら難関大の難しい選択肢にも対応できるようになり一石二鳥です。こういう風に息抜きの内容も勉強と絡めることで休憩終了後もスムーズに勉強に戻ることができます。休憩が終わったら勉強を再開します。日本史の勉強を始めます。まとめノートを作成して思考の整理をしています。特典科目にしたかった日本史は休日は2時間以上勉強できるようなスケジュールを立てていました。私は日本史が好きだったので疲れが出てくる夕方でも自然と集中することができました。日本史は十分やったので昨日の授業で扱っていた英語長文の音読をします。1日10時間近く勉強していると手が疲れてきてしまっています。なので夜には音読などを書く必要のない勉強をするようにしていました。今日の勉強が一通り終わったので受験日記をつけます。受験日記は英語、現代文、古文、漢文、日本史でそれぞれ何の勉強をするかをあらかじめ書いておき、行ったものには実際の勉強時間とその日の反省をメモしています。こんな感じです。さて晩ご飯とお風呂です。お風呂から上がった後髪の毛を乾かす時間で必ず熟語の勉強をしていました。あまり得意でなかったイディオムは必ず隙間時間に行うようにしていました。このようにスケジュールにすることで苦手な科目も習慣的に勉強することができました。家での勉強だと隙間時間があまりないので歯磨きや髪の毛を乾かす時間など勉強に充てられる時間を見つけていけるといいですね。髪の毛を乾かした後はこのまま少し自由時間です。寝る前に単語の勉強です。単語帳の確認と今日解いている中でわからなかった英単語のチェックをします。寝る前に単語を勉強すると覚えやすいので英単語は必ず寝る前に勉強するようにしていました。単語もチェックしたのでこれで本日は勉強終了です。1日10時間勉強できるか不安のあった私ですが時間によって教科の工夫をしたり隙間時間を有効活用したりすることで10時間勉強することができました。もしよければ参考にしてみてください。それではおやすみなさい。